ここのところずっとあの本業の経済の話をしていなかった間にですね東京株式市場が大変なことになっていて5月22日についに東証一部の時価総額時価総額っていうのは発行されている株式の株価を全部足した東京証券取引所一部上場企業の株の総額。 はい、がなんとバブル期を超えたんですね。うん、いくらあるの大体、えー、いい600兆円ぐらいです、599兆とか。えー、それこの株価がどんどん今上がって、上がっていて。 ためにっていうか、その含み益みたいなのが株価の上がると同時にどんどん増えたね、まあうん、価値が、株式の価値が増えた、これ、実はなんでそうなったかっていうと、あのここのところ、もうちょっと上がっているのは、うんあのー、先週の金曜日まで、今日の割値がどうなったかは。うん まだ終わってないか、うんえー、あ、終わったかな、うん、あの、知らないんですけど。今日ちょこっと下がってたんですが、うん、あの、先週の金曜日までなんと十一連と十一日間上がり続けると、うんえー、これはなんと二十七年ぶりの事態なんです。うん、ものすごい株価が上がってるんですね。うんうん、で、こういった状況の中で多くの人が、うん、これはバブルだ。 時価総額がバブル期を超えたんだからバブルに決まってんだろうでもう一つあのウォレン・バフェットっていうアメリカの有名な投資家がいて、うん、え彼がバフェット指数っていうのをまあ 本人が使ってるかどうかは分からないんですけど彼が重視している指標っていうのが、うんえー、この時価総額を名目 GDP で割って、うん、つまり国全体の付加価値 GDP の何倍の時価総額になってますか、うん、でこれが1倍を超えると要するに時価総額が GDP を超えると、うんえー、株式市場は過熱だっていうのが、うんうん、バフェット の言い分なんです、うんうん、だからそれをバフェット指数って呼んでるんですけど、うんうん、これ日本の GDP ってまあ500兆円ぐらいなんで、うんはい、600兆時価総額があるっていうことは1.2倍つまり2割バブっているんだって っていう人もいるんですね。で、ただ私はそれはちょっと今回の株高には当てはまれうん、うん、当てはめられないんじゃないかなっていうふうに思っています。で、それは何でかっていうとですね、このバブル期の時と今と比べると、東証、うんえー、一部の上場企業の数が6割も増えてるんです。<う>バブル期は1165社だったのが今、うん、1883社もあるんですね。うんうん、つまり。 上場企業が増えれば、数が増えれば、時価総額は増えるに決まってるわけです。アメリカみたいに株式市場が完全成熟化してる。ところではバフェット指数っていうのはいいんですけれども。あの日本のようにまだまだこう上場する企業が増えていくっていう。中ではですね。なかなかこれを適用するのは難しい。っていうことです。で、もう一つ、あの実は理由があって、この。 株価は景気を先取りするんです、半年から1年ぐらい先の景気を先取りするんですね、昨年度はひどかったんです、なんと GDP の成長率、マイナス1%、マイナス成長だったんです、この3月まで、ついこの間まで。ところがですね今は 割といいんですよなぜいいかっていうと物価がが上らななくったんですあちこちのニュース番組で6月から麦粉が上がって大変だとか値上げ値上げ値上げってみんな言ってんですけどでも数字を見ると4月の消費者物価上昇率はなんと0.3なんです。年前の月は上がったんですつまり物価上昇率がドーンと落ちてるんです。 これはあの消費税引き上げから1年経って一巡したのともう一つはあの去年の秋ぐらいから原油価格がどーんと下がってまあほぼ半額になったわけですね、でその髪風によって今、物価は落ち着いているわけですよ、で一方でえ賃上げ率はほぼ昨年を上回るのは確実な状況になっている、えー、中小は上がってねえぞ、お前って、それはそうなんですけれども、大手は。 上上ががっってていいるる組はわけですそうするとその人たちは実質所得は大きくプラスになる中小の人も賃金は上がってないけど物価も上がってないので去年のような所得のマイナスっていうことにはならないわけですよしかも年金今年0.9%増えます実際の支払いは来月から増えます昨年は0.7%減りました。 ということは、現役世代もお年寄り世代も名目所得は増えるわけです。で、その中で物価が上がらないと実質所得は増えるわけですよ。っていうことは去年のような。もう悲惨な所得減少っていうことは今年今年度はないわけです。だから景気は去年に比べたら。 良くなっていくっていうのはほぼ確実なんで、うん、それを先取りしているっていうことなんですね。うんうん、ね、本当に景気いい。いいですあ、で、そこなんです、ね。で、そこがね、一番の問題で。うん、あの、おたけさんと同じことをおっしゃる方が日本人の9割以上占めてるんです。うん、全然良くなってねえぞ。み、うんな。<で>うん、え、で、皆さん、よく考えてください。いいですか。うん、この。 株価っていうのは日経平均株価っていうのは日本の中で最もこう好調な企業225社を株価を平均させるわけです。でこの東証全体の値動きを示すトピックスっていう指標があるんですけどこれでも上場企業を平均してるわけですよ。いいですか皆さん今は 強い企企企業業業大手勝ち組はすごいんでこの株価は上場してない例えば街中の商店街の魚屋さんだとかお肉屋さんだとかそんなとこは一切関係なくそこは反映されてない強い企業だけの平均っていうの で株価を出してんですから強い企業って日本の企業の中で、まあ、強いというか、はい、大手って何パーセントなの、うん、大手は上場企業でいうと、うん、えーっとントぐらいかな全,全企業の、うん、全企業数でいうとでしょそこがそこが好調なんです好,好調な、うん でそれとなんかこう年金、はい、みたいなのをこう株にぶっこんでるわけでしょ、はい、それでそれ大手の一部の0.1%と、はい、から年金をぶっこんでて、はい、で株が上がってるわけでしょ、はい、であと外国の投資家機関投資家でしょ株価を上げてる上げてるで,でなんの指標になるのそれが。 いやだから指標な、じ庶民の指標にならないじゃないそれいや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 それでもなるのそれ。いやだからだからですね、うん、そのだから、うんえー、これからどう我々が行動しなきゃいけないかって、うん、いうことなんですよ。はい、で、うん、実ははは。物価は私は、うん 今年の末ぐらいからまた上がり始めると思いますで。それは理由が2つあって、1つは原油価格がまた上がり始めていること、はいはい、そしてもう1つは円安がさらに進んでいる、でこれで、まあ、しばらくはこ,うこれまで下がってきた原油価格の下落でね、あのー、落ち着いたんですけど、日銀の金融緩和も続けてますし、これ必ず上がってくるわけですよ。でその時に その物価が上がり始めるとこういう経済状況だと金利はつかないわけです。でここで考えなきゃいけないのがじゃあここでもう上がっちゃったから株式投資なんか絶対できねえよって思うか乗っかりに行くかどっちかなんですよ。でこの乗っかりに行く時にどうしたらいいのかこれはですね実はほぼ確実なあの 成長産業っていうのがあるんですこれは何かっていうと、うん、安倍政権がどんどん規制緩和をするわけですねうん、うん、規制緩和をするとそこに大手企業がボーンと入っていって儲かるわけです、うん、そこの株価は上がるわけですようん、うん、例えば派遣法改正をして派遣を大幅に増やそうとしてるんですけれどもうん、うん、そうすると派遣会社を儲かるようになるんですうん、うんね、私はもっとですねもっと大きな規制緩和の利権産業が生まれるのは、うん、実は防衛産業 えー、今もう安全保障関連法案で、えー、日本を戦争する国にしようとアメリカの軍事費は日本の10倍以上ですからでそこに一体となって日本の軍需関連企業が勢力を伸ばしていこうとしているわけです。そうするとこの株価は 上がるるに決まってるわけですよだからね、うん、あの、ここはどっちかなんです。あの、両親をもって、えそういうことにゲーあのえ加担するような、日本の平和を脅かすようなことには加担しなさい、しませんって思って株を買わないっていうのと、 えー、もう一つの戦略は、えー、そうは言い,いながら金のためには手段を選ばないっていう、うんえー、どっちかを、えー、選ばないきゃいけないっていう時代に入っちゃってるのかなと私は思います。まあね。ちなみに私は買いません。うんうん、はい。もうんまあ、もちろんね、それまあこの株持ってないからわかんないけど、それと同時にそのなんていうのこう物の値段は今中小とかそういう零細企業とかが こう間を飲んでるわけでしょ。はい、利益を減らして。うん、だからこうなんかこうあある程度保ってるわけでしょ。はい、これだからこれお金がなんか物価が上がっていくっていうのはこの人たちがもう飲めなくなったっていう話と同じことイコールで,そう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 ですよ。だから飲めなくなったから必然的にしょうがないからもう例えばねパンの値段上げるよとか、うん、豆腐の値段上げるよってことになるわけじゃない。はい、でそれは なんかこう日本で全部平均してな慣らしてみたら、それが物価が上がることは、いい,いことに動いていくのことなの、うん、今までも飲めきれなくなったものが出てきたわけでしょだからそういったところの人は値上げしても豊かにはならないでいでも今の政策は強い人より強く、うん、そうじゃない人はそれなりに、ねうん、ちなみにあの今日の終値は6円高の2万569円と<あ>また上がっているということですが、金子勝さんはもうバブルだ、間違いないっていうふうにはおっしゃってますけれども。も バブルだとは思わないわバブルじゃないです、勝ち組がよくなっているっていう証拠ですじゃあ、これはまだ弾けない、弾けるって、バブルじゃないんだったら弾けないよね、はい、弾けないと思います、うんえい、少なくとも1、2年は弾けないと思います。はい